前日にブルペン入りしたロッテの佐々木朗希は5日、沖縄、石垣島キャンプ、5日目はキャッチボールや党内連携などで体を動かした。練習後にはサイン会を実施し、最初に並んだ約200人全員に対応した。前回、3日のサイン会ではファンが殺到し、鉄製の柵が倒れそうになるなどし、10分間で打ち切りとなった。 今回はファンを一列に並べて整列対応。雨が降る中、36分間丁寧に対応し、終了後はファンから拍手が送られた。